私は君の能力を認めているからこそ、あの十三社を任せているんだ。これまで世界中のあらゆる刑務所で数々の脱獄を成功させてきた極悪な脱獄スペシャリスト。11番、25番、69番、そして15番。なぜ彼らは他の刑務所のように脱獄を図らない？もう一度聞く。私の留守中、何も問題はなかったか？はい、一切問題はありません。おい、はじめ！本当なんだろうな？もし嘘だったら。誰が嘘ついてるだ？舐めて口聞いてると締めてへし折るぞ、クソザル！後日、奴らの資料をお持ちします。よかろう、下がっていいぞ。失礼します。監視長、奴らを極悪とおっしゃいましたが、私から見ればただのクソガキですよ、百式監視長。監視長に対してなんつう態度を。あいつがアーナのはいつものことだ。監視長、怒りで震えている。十三社十三房主任監視部長、すごろくはじめ。かっこいい、名字言ってもらえた、名字言ってもらえた。焦った、いきなり呼び出し食らったから奴らの脱獄騒ぎバレたかと思った。こんなに長く話せたのは初めてだ。次は下の名前で呼んでくれないだろうか。13房起床。天子だ。69番。寝癖を直せ。25番。寝ながら笑うな。11番。どんだけおはだけや。15番。15番。なぜだ、いつの間に外へ出た。クソ、監視長に何の問題もないって報告したばかりだというのに。ショー、てめえは何やってんだこら。仕方ねえだろ、ロックの野郎いびきがうるせえし、ウノは歯ぎしりひでえし、ニコなんかキャッキャ笑いながら寝言言うしで寝られねえからさ。それで宿直部屋で寝てたの？あそこが一番静かなんだよ。昨夜の宿直は副主任のヤマトだな。何をしていた？はっ、報告いたします。自分は深夜から早朝にかけトレーニングで一汗流しておりました。
以上。朝から余計なことさせんな。うめえ、ベリーデリシャース。相変わらずうまそうに食うよな。ま、確かにここの飯は他の刑務所とは比べ物になんねえな。やみつきになんのも。お、よしろ、頑張ってるか。今日の飯も最高にうまかった。特にこの煮物は最高だ。相変わらず無口なやつだな。昔っからああなんだよ。出所したと思ったらここの親父に弟子入りして見習いシフトか。わざわざ自分から無所戻ってくるか。ここの親父の味に惚れ込んだんだってよ。よっぽど自信作だったんだな、あの煮物。嬉しいなら直接口で言えばいいじゃん。なんだこれ。あ、これ知ってる。隣の坊のやつにもらったんだが、俺にはさっぱりだ。こんなんでどう遊ぶんだ。ああ、これか。いいか、こうやってこうしてこんな感じで全部の面の色を揃えていくんだよ。ふん、これが難しいのなんのって。俺でも2面揃えんのがやっとです。ほらよ。うそー、何秒。ち、何にも面白くねえじゃんか。ならこいつはどうだ。今度はなんだ。知恵の輪だよ。なかなか外れないんだ。さすがにこいつは簡単には無理。え、なぜ外す。外しちゃダメなのかよ。道理でどんな刑務所の鍵も開けちまうわけだ。ある意味才能だよね。なぜもっと違うことに役立てようとしない。どっから持ってきた、あれ。あ、今一瞬世界終わりかけた。ほら、遊んでねえで並べ、仕事の時間だ。はーい。本日13社はこの木工工場での作業だ。各自言われた持ち場につけ。タンス作りなんてパッとしねえな。そう言うな、案外楽な作業だろ。あいつらの方が楽じゃねえ。掘ったり削ったりするだけだろ。バーカ、あれ結構難しい作業なんだよ。お前らじゃできねえよ。あれがか。ここで作る家具や木工品はそこらの職人よりうまいって評判がいいんだ。特に木彫りは木工作業の要だ。まあ確かにあの二人手先は器用だからな。わーい、できた。どれ、見せてみろ。木製アーマードモビルスーツ、スーパー宇宙空間機動ロボナンバーZ。おー、仕事しろ。よっしゃ、できたぜ。俺特製バニーガール人形、超キューッ。はじめ、できたぞ。はあ、お前らにしてはなかなかの出来だ。珍しくまともだな。ほとんど作ったのは俺だけどな。バーカ、一工夫加えた仕掛けは俺が作ったんだろうが。仕掛けって？自動で引き出しが出る。何それ、どうやるんだ。トレーニングはいいであります。大丈夫ですか。なんとなく理由はお察ししますが。あいつらのことが上にバレたらと思うと胃が痛え。監視長に脱獄が日常だなんてバレたらやっぱり僕たちクビですかね。言うな、そして泣くな。まったくだぜ、めめしいやつだ。なぜいる。いや、暇でさ。俺の悩み聞いてた、胃が痛いの。お前らのそういう行動のせいで。主任、どうしましょう。他のやつらが脱獄してないか13本を見てこい。はい。たく、少しは俺の立場も考えろ。監視の立場を、囚人の俺がか。ま、てめえには関係ねえだろうな。別にバレたらバレたでいいんじゃね。人事だと思いやがって。
俺が勝手に脱獄してんだから、はじめが責任取る必要なんてないじゃん。全部囚人の俺のせいにすりゃいいじゃねえか。けっ、ガキが仕事舐めやがって。だってよ、いいからおとなしく捕まってろ、捕まってろ。主任、どちらへ？監視調整行ってくる。するとお戻りは？できるだけ早く戻るようにする。行ってらっしゃい。難波環状ラインにご乗車ありがとうございました。まもなく第7車前、ホームへお越しの方は中央ラインへお乗り換えです。イラついておられる。失礼します。13社主任監視部長スゴロクはじめ、認証。今から50の質問をします。第50問、あなたの嫌いな食べ物は？いくら。クリア、お入りください。あら、13社主任のお出ましね。ずいぶんと主任監視ばかり集まってるじゃねえか。揃いも揃って何かやらかしたか？見くびるな。お前の13社とは違う。あんたこそ何かやらかしたんじゃないの？待て、まだ監視長は面会中だ。待ちなさいよ。相変わらず肌綺麗ね。何か特別な化粧水でも使ってるのかしら？顔を近づけるな、香水癖。お待たせ。いや、週末の署内放送のプログラムの相談しててさ、長引いちゃって悪い悪い。はじめ、お待ちかねだぜ。何やら殺気に近いほどの圧を部屋の中から感じる。腹をくぐって入った方が良さそうだな。入れ。やだ、ちょっと声裏返っちゃった。失礼します。監視長、先日お話しした13房の囚人4名の資料をお持ちしました。ご苦労。概要はこちらにまとめました。態度に加え、今度は監視長へ渡す資料を机に落とし、余すさえ監視長に拾わせようとし、なおかつ監視長を突き飛ばすとは、非礼を謝れ。申し訳ございませんでした、監視長。私が望んだ再会はこれじゃない。思い知ったか、ゴリラ野郎。死にてえようだな、サール。
奴らの現在の行動はその資料にある通りです。話にならんな。脱獄歴を除いては。おいおい、こりゃマジか。はじめ、君はとりあえず医務室へ行ったらどうだ。大丈夫です。それよりこれだけの脱獄歴のある連中がなぜここでは行動を起こさねえ。さあな、居心地がいいとは言ってるようだが、この資料には奴らの脱獄の目的と手段が記されていないが、その点に関しましては口頭で説明させていただきます。口頭で？資料として提出するにはいささか書きにくい内容でして。どんな内容だっつの？まず囚人番号25番、国籍アメリカ、スラム街でドラッグのバイヤーをしていたところを逮捕並びに保護。本人はドラッグという自覚はなく足として使われていたため実刑は軽いものでしたが、薬物影響の検査をしたところ食物アレルギーや未知の病気が発見され、医療少年院に収容されました。なぜ奴はそこを脱獄したのだ。実刑は軽かったのだろう。わかったぞ。医療少年院で検査を受けるうちに何らかの何らかによるなんやかんやで25番は底知れぬパワーに目覚め暴走して脱走したんだな。注射と薬が嫌で脱獄したそうです。はあ、小学生か。どこの刑務所に収監しても治療日が近づくと牢獄をぶち破り脱獄していたそうです。あのガキのどこにそんな力が。ただしこの難波刑務所では注射を使わず薬も25番の好みの味なので、今では治療と投薬の時間が一番楽しみだということです。なるほど。それで今は脱獄を図っていないと。はい。確かに書きにくい内容だ。では次に囚人番号69番、やつも国籍はアメリカ、町中のギャングと暴動を起こし中等少年院に収容。凶暴な男だな。やつもまた明確な理由から脱獄をしています。その理由とは？ギャング同士の暴走、巻き込まれて命を落とした親友の仇を討つためだな。熱い友への思いで脱走したというのか。収容された少年院の飯がまずかったからだ。まずいんじゃもか。入った刑務所でことごとく飯がまずいと脱獄を重ねてきたそうです。今はここの食事を痛く気に入っており暴れなくなりました。日本食にハマっているそうです。続けますか？一応聞いておこうか。では囚人番号11番、国籍はイギリス、裏カジノへ出入りしていたところを逮捕、中等少年院へ収容されました。未だ天性のギャンブル癖は治っておらず、社房内でもたびたび囚人同士の賭け事を行い注意しています。ま、賭けるのは雑誌などですが。つうことはなんだ、ギャンブルしたくて脱走したってとこか？いや違う、やつの脱獄理由は女性絡みだ。女か。わかったぞ。11番がギャンブルをしていたのは実は事故で車椅子生活をしていた恋人の治療費を稼ぐため、その金をどうしても渡さなければならない、だから脱走したというわけだな。お前ものすごい妄想力だな。違うのか？違う。デートの約束があるから脱獄したそうだ。聞くんじゃなかった。どこの刑務所に入ってもデートの当日には脱走しています。じゃあ何か、今おとなしいのはデートの約束がないからだってのかよ。ま、そういうことだ。任せた自分がつれえよ。やはり私の考えすぎだったか。最後に囚人番号15番、日本国籍のやつは窃盗容疑で逮捕され少年院に収監、しかしその日のうちに脱獄。収監当日にだと？4人の中ではダントツの脱獄と収容回数、まさにここに来るべくしてきた囚人と言えるでしょう。やつの脱獄の目的は何だ？ただの趣味だと。ああ？趣味。今のやつに外へ出る意識は感じられません。今のところは安全かと思われます。わかった。
現状何も問題ないという君の言葉を信じよう。ありがとうございます。正直俺は奴の行動に疑問を持っている。脱獄？趣味、娯楽、暇つぶしってとこだ。そう報告したのは奴がそう言ったからだ。俺が調べたわけじゃない。俺が一番奴を疑っているのかもしれない。だから一切気を抜かない。いった！たく、一日に何度も脱獄してんじゃねえ！おとなしくしてろ！なんだよ、やんなら誘えっての。最短記録じゃない、捕まるまでの時間。ああ、どうにもここは居心地が良くていけねえな。居心地か。そうだね、いいところかも。刑務所だってのにな。俺は刑務所って場所が落ち着く。あ、ジュゴ、お前はここ本気で出る気とかあんのか？さあな。よーし、今日もやるか。音楽の講座切れとか言って。ガンガンドアの始めと回ろう、もう一回。おい。エビまず適当な金属の棒を用意します。鍵穴に差し込みます。外れます。ほら、一応何だと思ってやる。っていうか説明も雑だ。ふざけんなことやろう。だって外そうと思ったら外せるし、開けようと思ったら開くんだから、勝手に開く方にも原因があると思うな。そんな暗黒期のヘリクスみたいな理論が通るか。そんなに捕まりてえかってめえ。難攻不落の要塞上、絶対絶命グランプリ。いつだって前向きだけど、へこんじゃうと決まる。でも下ばっか向いてたら、性格の人生つまらない。今日も元気に楽しく、ほら一緒に抜け出そう。13社13房に新しい囚人がやってくる。しかもジャパニーズ忍者って一体どういうことだ。次回、またバカが増えたって、またバカなのかよ。